も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽やりましょう。これはね楽しいですよ、音楽やるのは。はい、本日のテーマソングは Dreams Come True の嬉しい楽しい大好き、この曲、元気いっぱいのこの曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみます。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョンをやります。はい、そして後半はですね、これはファンキーでもノリノリのね16ビートなんですよ。これちょっと難しいけど、このノリね、このね、こう踊れるやつ、このビートを再現してかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めませんか。音楽聴くの最高ですけど、やるのもっと最高なんです。これぜひ皆さんに体験してもらいたいんですけど、こういう話をするとですね、私はね音楽ねきっと無理なんです、苦手だな、聴くの専門ですという方多いんですけど、やったらねもうすぐできるんですよ。この今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見ながらウクレレだったらですね、どんなに今まで諦めてた方もすぐできます。このガズレレではですね、そんな方がねあれよあれよともどんどん弾き語りができるプログラムがございましてですね、そのプログラムを見てもう皆さん世界中の方がね何万人もねこのウクレレ音楽始めてるんですよ。皆さんもぜひ一緒に始めましょう。簡単ですからね。はい、もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このねリンク先に行って上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになっちゃいます。それでは皆さん行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうすでに1200曲、しかも全部ウクレレレッスン動画でございまして、もうすでにアップロードされております。で、シンプル簡単バージョンはね、すぐできるんですけど、ね、すぐできちゃった方、かっこいいバージョンというのを大体の動画につけてるんで、どんどんレベルアップもしていきましょう。さあ、どんな音楽があるか。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏目、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲も大体世の中の曲をこういろいろね、毎日毎日こう増えていきますから、曲が。はい、どんどんこれから音楽を聴くからやるに変えていこう。さあそれではやってみましょう。 Dreams Come True の嬉しい楽しい大好きガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3
れる理由、シンプル簡単バージョンやってみました。これは、もう元気もりもり出てきちゃうやつですよ、これ。これ4つ引きでね、もうゆっくりでもいいんで、これはね、やりましょう。はい。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。すごく今ゆっくりやりましたけどね。はい。フルでやりたい方、これね、コード進行は一緒ですから、2番の歌詞とかこう書き足していって、オリジナルの楽譜を自分で完成させてください。そして動画のテロップを見ながら、一緒にできたよという方、ちょっとしばらく動画で一緒にね、合わせて練習できたら、今度はご自身だけでできるように、やっぱり紙に書いて、自分一人で練習、弾けるようにね、やっていきましょう。その後覚えちゃうのはいいと思うんですけど、ひとまずはね、メモるのがいいと思います。はい。その時の参考になるように私のノートをここにいつも写してるんですけど、最近始まりましたこのガズクラブというサービスがスタートしまして、この今いつも写してるこのガズのノートのこの PDF のスキャンがですね、毎月5曲皆さんのお手元に届く、それをクラブ会議月額660円税込みという新しいプロジェクトが始まりまして、これ書きたいけど時間がないよとか、ガズさんのこの感じが見てみたい、これいろいろねメッセージが入ってるね、そんな方ぜひガズクラブご検討ください。ガズクラブ内限定イベントとかもいっぱいありますからね、ここにリンク貼っておきます。そういうわけでじゃあ、これをご覧いただきましょう。メモれる方はこれメモってください。で、ですね、今日はですね、このちょっと下のこの矢印が結構いっぱいあるんで、この矢印、これはシンコペーションといってリズムが前に食い込むっていうので、後で解説しますけれど、こんな感じがかっこいいバージョンでは出てきます。そしてこれ見て、下にくるっと書くことで、これ A7 決めって書いてあります。これ後で解説しますけど、こういう風に下の段に書いてあるやつはこれからやるかっこいいバージョンのメッセージですんで、今のは上の段をゆっくりやりましたということです。じゃあここまで一時停止して書いてください。ちょっと見づらいよという方、動画のテロップを書いてもらう方がより分かりやすいかもしれないんですけど、ここの点がね、私このガズはね、この点でリズム測ってるんですよ、ここに。この辺が結構ね、いろいろ参考になると思われます。はい。何回も言うんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは後半かっこいい場合で、後で解説していきます。はい、どうぞ。はい、いいですか、一時停止で。はい、じゃあ次こっち、こっから、サビに入っていくわけですね。サビに入っていって、ここがね、印象的なこのサビですけど、元気もりもりのやつ。はい。で、ここの、サビが終わった後のこのブリッジパート。このブリッジのところが結構、こう、味があるというか、ここ、今ね、止めた、テロップを見てもらうと、ちょっと解説しますけど、空白が多いんですよね、ここ。ダーツ、ツッ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 、こう、E-7 書いたりとか。これはちょっと、動画のテロップ、動画のね、テロップじゃねえや。動画を見て、あ、こんな感じかということで、ちょっと理解してもらいたいんですけど、これもまたかっこいいバージョンでちょっと変わりますから、後で解説していきます、ということでございます。そして、ここのアカペラ部分がね、ここが熱い。ここアカペラでもう手拍子でみんなで歌いたいやつです。ちょっとね、歌うの難しいですけどね。はい。ここがだから歌詞だけ書いといて、で、最後、ラストのサビに流れていくという流れにいたしましたということで、ガズレレオリジナルアレンジはこんな感じになっております。はい。じゃあ出てくるコードをどんどん解説していきましょう。ちょっと今日スペースの関係上、アルファベットだけですけど、C と Am と F と Dm、G7、Em7、A7。この、いくつだろう ?7 個のコード。この7個のコードで今、シンプル簡単バージョンやりました。これはですね、入門コードなんですよ、このグループは。で、ここに今書いたのは後半やるかっこいいバージョンなんで、ちょっとこれ、今のやったのはこの部分ということで。じゃあこれ、よく見といてください。これ入門コードですよ。このは、これはですね、もうセットで覚えちゃうやつです。これです。ドン!ガズレレ必須コード。これがね、いいんですよ。ガズレレ必須コードっていうのは一体何だという方。ウクレレで音楽始めようと思った方が、まず最初に覚えてほしい、ウクレレ初心者が最初に覚えてほしいコードのグループのことを、このガズレレ必須コードと私が勝手に命名しているんですけれども、10個ぐらいあるんです。でもこの10個覚えておくと、世の中にある曲、ほとんど8割9割できるっていうぐらいもうありがたいコードの集まりでございまして、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルを見てる1000人、ガズゲ、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル1200曲ぐらいの曲は、もうこのガズレレ必須コードがほぼこう中心に8割9割、で構築されてますんでね、これぜひ最優先で覚えてください。でも10個もあるんですよ、10個。10個もあるのかと思うけど、1個ずつ見たらこれ簡単なの。これも1個、これも1個、これも。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとやっぱりごちゃごちゃになっちゃう、頭がね。だから私がですね、めちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入ってくる動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。この動画はね、めちゃくちゃいいですよ。ぜひ覚えてください。親戚のおじさんとか、お兄さんとか、そんな感じでコードを覚えていくとシステムになってますから、ぜひ、見てください。今日はそのシンプル簡単バージョンはその10個のうちの7個でやりました。じゃあ、ここから、かっこいいバージョン、入っていきます。この曲はテーマのかっこいいバージョンも簡単バージョンも同じです。歌はね、やっぱりこれ吉田美和さんですから、難しいというかもう R&B ソウルフルでこう、やっぱファンキーに歌いたい曲なんですけど、やっぱね、ほんとこれ、ものにしたらね、楽しいんで、やっていきましょう。はい。じゃあ、かっこいいバージョンね。さっきも言いかけたんですけど、このコードをちょっと追加していくんですけど、これですね、まず簡単な方からいこう。まず A というコードを使います。A はですね、これ簡単なんですけど、必須コードに入ってないんで一応、ここと、ここの2箇所です。こんな風に押さえます。これ。
俺はですね、A メロの一番最後のところで一回出てくるだけです。さっき A7 で、シンプル簡単アレンジしたんですけど、一応 A の方がかっこいいかなと。で、ここ、これもね、たまに出てくる。C、これ小文字で AUG って書いてあります。C、オーギュメントと呼びますけど、これはどこで出てくるかというとね、ここだ。ここです。A マイナー、C、オーギュメント、C、C。ここで寝て、この一瞬出てくるだけです。で、押さえる場所は、これかっこいいバージョンのみですからね。こことここですね。簡単でしょ。こことここ。こんな風な響き。ちょっとこれだけ聞くと気持ち悪いけど、これそこのところやってみると、友達にはうまく言えないこのパワーの源を、ここ源を、ここでこんな感じで下がっていく感じ、入っていきますということでございます。であとね、注目コードが、これもたまに出てくるんですけど、これご覧になってください。 G シャープ星、ちょっとね見づらい、 G シャープ星、G シャープ星と G っていうコードを使うんですけど、まずこれ G からいこうかな。いつもガズレレでは G はね G7 に置き換えちゃうんですけど、今日はちょっと G で弾きたいとこ一箇所入れました。 G 場所を押さえるところはいいですか。まずここと、ここと、ここと、ここなんですよ。こんな風に押さえるのがおすすめですが、この人差し指でここの3つを押さえて、これでもいいですよ。まあでも一応ガズはこれをおすすめしてます。これが G というコード。これ押さえてみると分かりますけど、曲中でね、これパッといくと結構初心者の方忙しいかなと思うんで、まあいつもガズレレでは簡単な G7 に置き換えてるんですけど、今日はちょっとこれを使いたいです。事情があって。この G をですね、この形のまま1個こっちにずらす。1個だけこっちにずらすと G シャープ押しになります。はい。こんな風に使いたい。これサビの前で出てくるんだけど、ちょっとやってみましょうか。恋をしてる、ただそれだけじゃ済まされないことのような気がしてる、気がしてる。ここで使いたい。 G シャープ星から G、 ここね、ここがね結構キーポイントなんですよ。ちょっとチャレンジしてみましょう。 G シャープ星と G、 この流れ、はい、行ってみ、そしてかっこいいバージョンの曲のリズムは、まあ、さっきから言ってるようにこれすごくファンキーでソウルフルで、本当ねビートがもう腰にこうグイグイくる、ね、元気になるやつなんですけど、これ16ビートの茶、しかもカッティング入りが一番かっこいいです。そうそう、こうなります。でしょ、これかっこいいんですけど、これ難しいんですよね。ここ左手でパタパタ止めたりしてる、よく見てこの左手よく動くよね、これグニグニグニ、これカッティングです。でこっちは16ビートじゃ、これ両方ともすごい難しいんですけど、まあこの曲はちょっとこのリズムをやっときたいということで、かっこいいバージョンではデモ演奏で、ガズはこれをやろうと思います。この2つの弾き方一応シェアしておきます。ここのリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャットカッティング、ちょっとやってみてください。で、しかも全くやったことないという方は、まずは8ビートからやってくださいね。8ビートやって8ビートのチャ。16ビートやって16ビートのチャットに階段を登るようになってます。ちなみにですね、16ビートちょっと難しいという方は、まず8ビートでやりましょう。そうするとね、こうなります。初めて会った時から違うもの感じてた。自分の、こんな感じになりますけどね。やっぱり16ビートの方がかっこいいんですけど、まあ、まず8ビートでなんとなくこう掴んでいくっていうのもいい方法だと思います。ちょっとまず8ビートでやってみて、よし、いいぞってなったら16ビートにこうレベルアップしていくっていう練習方法もおすすめでございます。そしてこのただでさえ難しい16ビートのチャにカッティングを入れるっつうわけですから、これはなかなかね高難度なんですけど、まずカッティングはですね、一番最後の後回しでいいと思います。16ビートのチャで、できるようになって、その後ちょっと余裕でできてたら、こうパートパートに分けてカッティングを入れてじゃあやってみるっていうのがおすすめですけど、はい、今日はそういうわけでリズムはちょっとね難しい、部類に、相当難しい部類に入ると思うんですけど、この体全体でね、16ビートとかやるときにもう力が入っちゃってグーってなってる方多いんですけど、ふんわりですかね、柔らかい、このイメージを持っとかないとガッチガチの16ビートになっちゃうんで、そこをちょっと、
ポイントで押さえておいてください。そして今日なんですけど、このマークいっぱい出てきます。これは皆さん毎度おなじみかな、どうだろう、矢印マーク。これはね、リズムが前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションだよという風にカズレールオリジナルの表記なんですけど、ちょっとこれ、全体これ入ってきますね。16ビートのチャでやるときに、ワンブロックにコードが2個入ってるときに入ってくるんですけど、まずちょっとイントロのコードでちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー。デレレンデン、デンデン、デン、デレレンデン。わかった？ダーン、ダーン、ダーン、ダガダガ、ダーン、ダーン、ダーン、はい、シンコペーション。これね、ちょっと細かく入ってるんですけど、まあまあ、ノリで、前にグッと食い込んでる、このノリがかっこいいんでね、できそうな方、やってみてください。これちなみにシンコペーション入れないと、ダンダンダン、ダンダンダン、ダンダンダン、ダンダン、ダン、やっぱりこう、タッタってこう、切れちゃう感じがするんで、ちょっと食い込んできた方がね、やっぱこうかっこいいでしょ。ああ、ちょっとこれは押さえていきましょう。そしてこのブリッジパートのところ、このブリッジ、本当はあなたのっていうあのかっこいいところね、ここはですね、あのちょっと一瞬芸なんですけど、最初 D マイナーで、本当はあなたの知ってたはずパチーって、これ一瞬だけ E マイナーセブン、もう一回、本当はあなたの知ってたはず、はい、これカッティングはね、できたらでいいよ。これもしできなかったらこんな感じ、本当はあなたの知ってたはず、こんな感じでいいと思います。これボディヒット、とにかくリズムキープね、はい。そして同じように次のところも、最初から私を好きだったも同じような感じです。最初から私を好きだったくせに、一瞬だけ D マイナー、これ、ツターっていう風に表現しておきますけどね。はい。ここのところでね、結構こう、メリハリがすごく、リズムがね、抜かれるんで。続いて、その後また、アカペラで歌だけになる。手拍子でこう、みんなで盛り上がったやつ。ああ、なかなかこの構成がね、こう、ファンキーノリノリになって、こう、バシッとこう、決めで、ブリッジのところでやってから、そして今度みんなで大合唱、こう、ね、シンガーロングみたいな感じで盛り上がって、映像が浮かびますね、これは。はい。そんな感じで、ドリカムの嬉しい楽しい大好き。これはね、いいですよ。あと、やっぱりさっきも何回も言うんですけど、歌メロはですね、歌自体ね、歌が難しいですから、ね、やっぱり、吉田美穂さんならではのこの R&B の12音階、黒いこういう鍵盤のとこもいっぱい対応してるんですけれども、まあこれ好きな方はね、もうほんとメロディー覚えてるでしょうから、やりましょう。はい。それではやってみましょう。Dreams Come True の嬉しい楽しい大好き、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1、2、3、私を好きだったくせに、 yeah, yeah, やっぱりそうだ、巡り合えたんだ、ずっと探してた人に、いつもこんなに幸せな気持ち持ち続けていられる、あなたがそうだ、あなただったんだ、嬉しい楽しい大好き、やっぱりそうだ、巡り会えたんだ、嬉しい楽しい大好き大好き、せーの、嬉しい楽
大好き、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これは元気もりもりなやつです。これ元気もりもり、はい、これはね、ほんとこう、なんていうのかな、もうそのままですよね。もうタイトルがもうそのままおならだって、こういうねワクワクする曲やって元気になりましょう皆さん。はい、音楽でやっぱ楽しんでやってるとね、もうなんていうか免疫力も上がるし、ね、やっぱこの楽しさっていうのはね、こうみんなにこう伝わっていくんでね。はい、このそうだ、このねウクレレで音楽やるって楽しいんで、もう本当皆さん十分楽しんでもらったら、今度はねこの楽しさをいろんな人にこう教えてあげたりなんかするのもいいんじゃないかなと思います。このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあお知らせなんですけど、さっきも言いました。このガズのこのノートがこう毎月5曲、クラブ、このガズクラブっていうクラブ活動内で毎月660円の税込みで、5曲ダウンロードできるっていうこのクラブ活動なんですけど、今度ねこのクラブ内限定のオンラインイベント、会員だったら無料ですよ。これがまた濃厚なもうオンラインイベントです でしてね、6月6日の14時からやりますね。皆さん今からでも間に合いますよ。ガズクラブぜひチェックしてください。他にもね、ガズクラブ内限定の非公開の Facebook のタイムラインが流れて、そこでもう質問したりなんかやり取りしたり、もうね結構大盛りですございますね。ぜひチェックしておいてください。それとあとですね、いろいろあるんですよ。このいつも使ってるガズのわがままウクレレ、これ現在今ね予約受注分は完売してるんですけど、もう今月もうちょっとで追加予約注文受付開始できると思います。これはですね、今ご注文いただいてる方も大変お待たせしちゃって、もうあれなんですけど、もうもじゃくんがベトナムで気温40度の中もうすごい一生懸命やってますんで、お待ちください。はい、でこれ気になる方もうちょっとお待ちくださいね。はい、よろしくお願いします。あとねガズレレいろんなグッズがあります。T シャツだとかキャップ、こういうのもありますよ。でこのいつも使ってるウクレレについてるこのストラップね、このジョイントレザーとか、これストラップ、これはね前半に小杉さんのハンドメイドですからね、いろんなバリエーションがあったりとか、あとこれがいいんです、これ。はい、ガズレレの、コンサートフレが入るウクレレバッグなんですけど、これリュックサックタイプになってるんですよ。だけど横にも持てて、これ中にはちっちゃいポーチが入ってて、譜面台が入るポーチとか、ポーチも脱着式で付いて、すごくこう機能的です。これも大好評受付中でございます。よろしくお願いします。あとはですね、アプリがあります。ガズレシピ。この アプリもですね、もう、今月中に曲がドーンと追加されて1曲ずつダウンロードできるようになりますんで、こちらの方もご注目ください。まだ、スマホに落としてない方、ぜひ入れといてくださいね。ガズレシピです。よろしくお願いします。そしてこの2つの本、リットミュージックから出てる本なんですが、今度赤いのが出て3冊出ることになりました。ただいまアマゾンで3つ揃ってベストセラー第1位をいただいております。ありがとうございます。こちらのもう累計でね、この3冊で7万部ぐらいのそういう数になっておりまして、もう本当になんですけど、やっぱりねシンプル簡単楽しい楽、この辺がねキーポイントでございます。ぜひこのリットミュージックの本なども、ご活用ください。赤い方は予約今受付中ですから、6月18日発売になっております。さあ、このいろんなもうありとあらゆるあっちからこっちからこう音楽楽しもうということでガズレレいつもやってるんですけど、皆さん大いに、音楽楽しんでください。やっぱりね楽しんで自分も楽しんで笑顔になって免疫力もアップで、これがもう最高でございます。ありがとうございました。またガズレレ YouTube ご覧になってください。さようなら。